パソコンの音を録音してくれるオーディオキャプチャーについてご説明させていただきます。通常、パソコンの音を録音するには、オーダー指定などのソフトを使い WAF ファイルで録音するなどの使い方があります。これまでサウンドフラワーというソフトを使い、パソコンの音を録音しておりましたが、レオパルド以降でのサポートがストップし、無料ソフトの活用が昨今必要となってまいりました。まさにこのオーディオキャプチャーというソフトが、その録音を可能としてくれるソフトウェアとなります。通常の録音とサウンドキャプチャーでの録音の違いをご説明させていただきます。通常、音声の入力はマイクを利用し、録音した音をスピーカーから出力します。しかし、ガレージバンドなどのパソコンからそのまま音を出力する場合は、スピーカーから出た音をマイクが拾う形となり、非常に具合が悪くなります。ラジカセなどでテレビの音を取ろうとしてうまくいかなかった経験は多くの人が体験されていることと存じ上げます。そこで本日ご紹介させていただくオーディオキャプチャーは、ガレージバンドやその他ソフトウェアで音を出力するときに、出力先をスピーカーでなくオーディオキャプチャーとすることで、高出力でノイズ低減のない、クリアな音の録音を可能としてくれます。出力、そして入力もオーディオキャプチャーとすることで、音声のバイパスをしてくれるのが基本的な仕組みとなります。この間、スピーカーから音は出てきませんので、少しの我慢が必要です。ガレージバンドのみならず、YouTube、iTunes などの出力にも利用できますが、コピーライトには十分留意してご利用ください。マイクがきれいに音を拾ってくれないとき、オーディオキャプチャーについて少しだけ思い出していただけたらと存じ上げます。現場から以上お送り差し上げました。